緒にするということなんですけど、楽しみです。初めてやるから、どんな感じになるかわからないけど楽しみです。早速本日の企画内容を説明したいと思います。本日は、ね、チーム対抗でミニゲーム対決をするんですけれども、君とはもうファンの皆さんも2チームに分かれてチームのゲーム対決をしていきます。こっちの3人チームでは何ですか？どれにする？どれにする？決まりないよ。その3つの中で勝利チーム数が多いチームが勝利という形になるんですけれども、勝利したチームには3人だけで好きな曲をここで生パフォーマンスしてもらいます。君とは絶対に勝つ。やったるぜ。知ってて当たり前、君とは的常識クイズ。今から君とは的常識クイズを11問出題します。はい、それをお手持ちの丸×のカードで答えていただいて、正解チームが多い方が1ポイント、まあ、あくまでも君とは的常識クイズなんですけれども、君とはメンバーの皆さんと君とはを好きな皆さんなら必ず当たって正解という簡単な問題を11問用意してますので、皆さん頑張って答えてください。なお、回答時間は10秒とさせていただきます。やばい、20秒。10秒の間に答えるようにお願いします。いきますか。ではまず第1問、君ととわりがデビューしたのは5月2日である、まるまるわつか。せーの、はい、まつまつまつ。お、正解は5月1日です。なので、まつまつまつ。これは簡単ですね。はい、はい、君ととわりは最終オーディションで七瀬しのが披露した特技はクレヨンしんちゃんのモノマネとテコンドーである、マルカバツカ。せーの、ドン。すごい、正解はバンです。イエーイ。クレヨンしんちゃんの、まあ、似てないモノマネと終了。いきますよ。せーの、ドン。お、割れましたよ。こちらは全員丸。こちらは全員丸。連邦も割れました。君とは白崎のあの母親は昔女子プロレスラーでした。せーの、ドン。正解はバズです。君ととわりのメンバー7人の中4人が学生である。せーの、ドン。おー、今は満足してます。タジキナが最近ハマっているのはセブンイレブンのお店で蒸したおかふわ卵蒸しパンである、マルカバツカ。せーの、ドン。朝日は移動中も常に漫画を持ち歩いている、マルカバツカ。せーの、ドン。 YouTube にあるドキュメンタリーエピソード4の中でメンバーが食べていたお弁当は紅鮭弁当である、マルカバツカでお答えください。せーの、ドン。ミッセ決まりの口癖は紅鮭。せーの、
俺分かる。
チェッカーチェッカー。じゃあ、協力券を使ってこの声といえばはい、はい、どうぞお願いします。グラプリの SMI です。さすがということで、今日の芸人でも犬猫猫ちゃんと一緒に第3芸人目は定番ですね、箱の中身は何だろう。答えられるかっていうもので、じゃあ皆さんチームでジャンケンしてどっちが先行後攻か決めてください。イエーイ先で、はい、まず第1問目こちらでございますので、僕がそう君に
負けちゃったよ。負けちゃった。負けちゃったよ。負けちゃったぴょん。でも頑張ったよ。でも頑張ったぴょん。バイ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 。